まあ、もうちょっと車内に乗り込んじゃったんであれですけど。あとのメリットを言っておくと、これで買っとくと IC のやつと違って、途中下車ができるんですよね。前回、バスとかから亀山のやつを買った時に、下車前と向こうでついてたと思うんですけど、今回の切符は、この前、この辺りに、下車前と向こうってついてたと思うんですけど、なくなってるんですよね。あ、往復で買ってるんで、行きの切符はね、アスタリスクになるんです。で、こっちにまた同じな金額になるんでね。そう、こっちの方にもね、下車前と向こうってないじゃないですか。これが確かね、100キロ。まあ、だから片道60キロぐらいの、51キロ以上か。のところだと、往復で買ったら、途中下車ができるようになるよ、といったような、投資での換算になるんで、メリットが生まれてきます、と。いったのがあるよ、と。なので、ね、そうすると今回、途中で帰りにでもね、兵庫駅で降りた藁岬線とか見ていきたいな、というような時。これで途中下車ができるんで、これがね、ないと、そこで一回降りて、また、IC カードとかでタッチで乗っちゃうとね、料金が高くなってしまうんで、それもちょっとお得になりますよ、ということでございますね。まあ、デメリットとしては、もうルートが固定なんですよね。行きと帰りで同じルートで行かないといけないんで、ここに書いてあるので、関西、草津線、東海道線、山陽線とか、そうか、山陽線にもありましたね。これが一切ルートが変えれなくなるんで、ルートは縛りができるということなんで。なんでね、もう比較的自由に動き回る企画が多いんで、あんまり往復切符を使うことなかったんですけど、今回はね、まあ、またとない使うチャンスだということなんで。6時2分発、浜行きです。内本の座面機関道を閉じます。ご注意ください。買っていきたいと思います。まあ、何はともあれ、このまま。次までまずは行きましょう。